皆さんご機嫌いかがでしょうかひろこのウィークリーゴールデへようこそ2024年7月24日。今回はこのウィークリーゴールド初登場の方にスタジオにお越しいただいております。勝者の現役トレーダーの方です。えご紹介しましょう。三井物産商品市場部貴金属営業室チーフトレーダー山口秀夫さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ますもう本当に勝者で、 現役で貴金属のトレードをやってらっしゃる方に番組に出ていただける本当に嬉しいんですけれども、まず最初に、あの、今、ちょっと最初にご登場いただく日としましては、かなりマーケット荒れてますよね。うん、そうですね。はい、あの、株も含めてメタルも弱含んでると。はい。はい、そうですね。あと、円高も結構進んでて。<う>はい。 為替市場での円高も結構大きく進んでいるという状況です。えー、今ちょっとこれ、えー、マーケットの状況を今ご覧いただいております。これ1週間前のウィークリーゴールドっていうのを比較で表記しているんですが、えー、ドル円相場も気がついた154円台と。そうですね。ね はい、先週160円手前ぐらいでしたっけそうです、160円台までありましたから、はいうん、今年はもう年初から20円ぐらい円安いってたんですけれども、まあ下がる時は大きいなということで、そしてちょっと貴金属マーケットも崩れてきてますよね。そうですね、うん、6月末から、取り立てのメタル、円安進んで、うん、円建てメタルも 非常に強含んで、えー、歴史的高値をつけたんですか<う>金は特に。はい。そうですね。今ここを一週間の流れで言うと、 おお、その逆回転と言いますか、はい、弱含んでいるという,そうですね。はい、ま、株式市場も非常に今不安定になってきているということと、うん、まあ日米の金融政策というのも、非常に7月は注目されているという事情もあるんでしょうかえ。ねうん、今、足元では調整入りという状況になっていますえー、今日はですね、えー、山口さんと一緒にお届けするんですが。 貴金属市場のプレイヤーたちということで、貴金属ディール、貴金属トレードの市場の世界って今、どんな人たちがいるのか、どういうものなのかということを、えー、お話し伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はいえー。その前にですね、こちらお知らせがございます。番組提供の三菱マテリアルからお得なキャンペーンのご紹介です。三菱マテリアルが展開しております。 純金積立マイゴールドパートナーでは、9月5日までシルバーの積立入会キャンペーンを実施しております。このキャンペーンの期間中にシルバー、銀の積立に月月額で5000円以上こちら設定して入会されました方には、初年度の年会費を無料とさせていただいております。先週のウィークリーゴールドの番組でも取り上げさせていただきましたが、最近ではあの、 金が上がるときはシルバーの方がパフォーマンスが大きいというようなことをご紹介しておりますが、ぜひね、この キャンペーンの期間に積み立てでシルバーというのも始めてみてはいかがでしょうか。これ、マイゴールドパートナーの資料請求というのは画面左側の QR コードを読み込んでいただくと詳細ご覧いただくことができます。そして入会の申し込みはこちら右側の QR コードを読み込んでいただければと思います。また今日のこの動画のコメント欄にもリンクを置いておきますのでそちらから詳細ご確認ください。また、 お電話でも対応しております。平日の10時から5時であればフリーダイヤルで受け付けています。フリーダイヤル0120-3214-393214-39三菱39と覚えてください。マイゴールドパートナー係こちらまでお電話いただければと思います。以上、シルバーに関するお得な情報のお知らせでした。それでは早速進めてまいりましょう。 貴金属市場のプレイヤーたちということで、山口さんもそのプレイヤーの一人と。そうですね。貴金属市場、いろいろなプレイヤーがいるんですけれども、はい、まあ当社もあの貴金属の取引しているので、まあその一員なんですけれども、まあ今日は皆さんにそのどういうプレイヤーがいるのか、あっていうところをまあご説明させていただければなと思います。はい。その前にじゃあ山口さんってどんな方なのということで、えー、ご紹介したいと思います。まずは、 丸べに商社に入られて、ここでコモディティ、貴金属、エネルギーなどの取引をされていらっしゃったんですね。はい、そうですね。えー、最初、何もわからないところから、いきなりトレーディングするというところから始まって、はい、貴金属1年して、えー、その後2年ですね、はい、エネルギーの取引をしていました。うんはい そして2005年三井物産に入られて貴金属とかゴムをやられるということで、はいえー、その翌年にはスタンダードバンクこの物産スタンダードバンクという流れからこう思い浮かべるのは、はい、<laughs> JBMA 日本貴金属マーケット協会の代表理事の池水さんと同じなんですけど。はい <laughs> そうですね。はい、あの、まあ、私がマルベニーに勤務していた時に、えー、あの、三井物産に誘っていただいたというところから、あの、スタートしまして、はい、まあその後、あの、三井物産、スタンダードバンク、その後 ICBC スタンダードバンクになったんですけれども、はい、計ですね、15年以上ですね、はい、あの、一緒に勤務しています。<あ>はい、じゃあ、池水さんとも同じ会社で、でもこれ、シンガポールにいらっしゃったんですか そうですね。2009年から10年までシンガポールオフィスにいたので、はい、はいえー。はい。えそして、まあ、東京からスタンダードバンクは一応こう、撤退するという流れになって、はいえー、また三井物産の方に今いらっしゃるということですね。そうですね。あの、2020年4月、ちょうどコロナ禍の時期だったんですけれども、はい、あの、当社に入社しまして、えー、商品市場部金属営業室で、えー、チーフトレーダーを務めさせていただいて、 はい。では、もう本当に、えー、社会人人生に入って、はい、ずっと貴金属デイルをやってらっしゃるということですかそうですね。かなり、あの、なんて言いますか、ね。あの、キャリアとしてはすごくこう、あの、ニッチなというか <laughs>、はい、貴金属、主に、はい、貴金属畑と言いますか。はい。はい コモディティ、特に貴金属のディールをずっとやって来られたということで、うでねはい、本当にこの2000年ぐらいから今2020年というこの20年見ますと、2007、はい、8年ぐらいまで、2000年代ぐらいからか、うね、ようやく金が上がり始めたっていう時代ですかね。そうですね。私が2002年。 マーケットを入った時はですね、まだあー200ドル台ですね。<ー>250ドル近辺で長くて。<laughs> 10分の1ですね。そうです。で、300ドルに行った時に、こんなに上がってるっていうような、はい、ことを覚えているんですが、はい、この20年で本当に、そうですね、10倍以上てて。10倍以上なってるんですね。はい。はい まあ本当貴金属、まあ、特にゴールドのダイナミズムを感じるわけですけれども、はい、えこの山口さんに今日は、この今、貴金属マーケットってどんな参加者がいるのかということでお話を伺っていきたいと思います、はい、次のスライドです。 で今ここにあの、貴金属市場の、まあ主な参加者ですね。これすべて網羅してるわけではないんですけれども、はい、まあ代表的なプレイヤーを挙げさせていただいています。うんはい、で、まあそのプレイヤーがですね、えー、要はその、ロングしたりショートしたり、まあ基本的には皆さんロングなんですけれども、どのくらいのその、期間で取引しているのか。 またそれによって、長期的なマーケットの価格に対する影響とですね、はい、まあこれに関してちょっとまとめたのがこの表になりますと。はい。はい、一番影響力が大きいのが中央銀行政府機関ということですね。そうですね。中央銀行政府機関は、もともとその金の市場における金の保有量というのも大きいですし、はい あとはですね、長期にわたって、まあ、買い続ける、売り続けるというようなところですかね。はい、あの、先ほどお話しした2000年代も初頭までは金価格低迷していたんですけれども、うん、まあ、この背景といたしましては、あの、特にヨーロッパの中央銀行ですね。はいはい、じゃあ、ずっと金を売却していたと。まあ、これによって金価格長らく下落基調だったんですけれども、まあ、この金の上昇する局面っていうところで言うと、中央銀行の買いですよね。はい ドル準備から金準備の流れの中で、かなりここが影響大きいのかな、はい。変わってきましたよね。ねリーマンショックの後ぐらいから世界の中央銀行が売り手ではなくて買い手に回ったっていうのがですね。やっぱり大きいということですかね。はい、そしてその次に個人投資家の存在も大きいんですかそうですね。個人投資家の方、もちろん、あの、個人投資家の方によっては日々のこう、出入り トレーディングされている方もいるんですが、例えば今あの、以前と比べて投資手法っていうのも多様化してたりとか、あとはいろいろなマーケットで投資することが可能になってますと。例えば現物を保有する方もいれば ETF だったり、はい、投資信託だったり、あとはまあ、宝飾需要ですね。 で特にこの宝飾買うような方々っていうのはすぐ売るというよりも、まあ品に近いので、でね、かつ金っていうのはその価値が保全されるというところで言うと、はいはい、ポジション保有期間すごい長いんですよね。はい、なので、この金の上昇局面で、金を売っている方って、えー、いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、その方々がじゃあ金いつ買ったのかっていうと、例えば1980年代の方とかもいろいろいらっしゃるんですよね。はい。なので、 えー、一人一人の、例えばポジション、保有量というのは小さくても、例えばそれがその個人投資家全体ということに関しては、マーケットに対してはかなり大きな影響を与えるのかなと。うん はい。はい、これ日本だけではなくて、それこそインドだとか中国だとか、ね、今もう東南アジアの方々も、所得水準上がって買うようになってきてるっていう話もありますよね。はいうん、そうですね。はい、特にインドだったり、はい、中国は、あの、金の先行っていうのがすごく強いですし、はい、さっきあの、私あの、上海で出張行った際もですね、はいはい、あの、これプラチナの方がおっしゃってたんですけれども、以前2000年代中、10年代初,初頭までは、はい 中国って、宝飾需要、プラチナかなり人気があったんですよね。日本もそうですけどね。そうですよね。はい、若年、特に若年層の方にとっては、うん、あのギラギラした金よりも、こう、白系のプラチナを好んだりと。はい、ただ、それがすごく変わってきてて、中国のその若年層の方も、すごく金を先行するような。このところは,はい、っていう話も聞きましたし。はい。ですね。まあ中国の場合は、まあ、 自国通貨とかね、自国の、ね、株とか、はいろいろ問題もあるということで、うん、ゴールドっていうのは心理的に選ばれやすいのかもしれないですね。それから、機関投資家、年金さんですとか、はい、あとファンドの存在、ここの、まあ、ここもそのプレイヤーの性格によってはですね、ヘッジファンドみたいにある程度短期で見てる方もいれば、うん、例えば年金。 とかの資金ですね。はい、これはかなり長期間にわたって金を保有するっていう傾向がありますし、あの、マーケットに与える影響っていうのはすごく大きいのかなと。はい、考えてます。比較的、ここまでが長期で金を持つ投資家像というところだったかと思うんですが、はい、ここからは少し短期から中期になってきます。えー、金の地金賞ですとか、まあ、宝飾のね、えー、業者さんなんかは、もうちょっと短いサイクルになるのかな、はい、そうですね。まあ、これもあの、 スタンスにもその、よりますし、はい、例えばヘッジしているような業者に、の方に関しては、マーケットには中立だったりしますし、うん、ただ、ある程度在庫を抱えながらっていうのだと、その保有期間でも長くなったりもしますと。はい。そうですね、鉱山会社っていうのは、まあ、生産しているところです,、はい、ですね。ここは基本的には売り手ヘッジで売る、ね。そうですね。はい。はい、鉱山会社は基本的には金市場においては、金の供給元になるので、はい、まあ、ここのが、あの、は基本的には売り手になりますよと。うん で先ほど申し上げたあの2000年代半ばぐらいからの金の上昇局面、はい、あの中央銀行の回答もあるんですが、これ鉱山会社の売りヘッジの外しっていうのも大きかったんですね。はい、2000年代まではあ、初頭まではずっと下がっていたので、鉱山会社はこう売りヘッジっていうのをしてたんですけれども、はい、これあの、だんだん上がるにつれてですね、こうヘッジすると、 おお、要は。負けちゃうね。そうですね。ヘッジで負けるっていうね。はい。はい、機械収益が奪われてしまうと。はいはい、で、株主代表所想みたいな話もおお持ち上がったりとかしていたので、えー、鉱山会社がですね、ヘッジの外しっていうので買い戻していった時期があるんですね。彼らは300ドル、200ドルでヘッジで売っていたのをお、例えば600ドル、700ドル、800ドルで買い戻してきている鉱山会社とのフローを、<laughs> まあ、あの、実際私も見にする機会があったんですけども、はい ここもかなりこう、あのー、マーケットの上昇要因になっていました。なるほど。ただ基本は、まあ、売り手なので、はいえー、マーケットで言うと、まあ、ちょっとお、そうですね。はい。はい ところにとただトレンドが強いとそれを外すわけですから、そうですね、瞬間的には踏み上げを作る、はい、よにもいそうになるということですね。あと、マーケットのインパクトが大きいですよね。<ー>今まで売り手に回ってた、売り手、まあ基本売り手だった、あの、はい、鉱山会社のヘッジが買いに来ると、それにつられて、連想されて、こう、買いに走るプレイヤーもいるので、ここ、はい、はその影響度っていう意味では、すごく大きいかなと考えています。 そして、えー、精錬会社、リサイクル会社というのも、はい、まあ、貴金属市場にはいらっしゃるということですが、彼らはどういう取引をするんですかそうですね。あの、精錬会社さん、まあ、日本の精錬会社さんは、うん、その、同鉱石を海外から輸入して、はい、それをこう、精錬しますと。で、そのサイクルが、まあ、何ヶ月だったりとかするんですけども、まあ、そのサイクルの中で売り買いっていうのはあるんですけれども、長いスパンで見ると、まあ、マーケットに対しては中立かなというふうにはあ見ていますと。はい。はい。はい リサイクル、はい、会社もそうですね。はい、同じように、こう、スクラップを回収して、はい、してはい。それを、まあ、あの、スクラップの、そうですね。はい、形状にもよりますけどな、長いと何ヶ月かかるとかあるんですけれども、うんまあ、その期間は売り買いっていうのはあるんですけれども、うん、あの、長期的に見ると、マーケットに対してはスクエア、フラットかな。 はい。売りと買いとどちらもやったから、ね、ということなんですね。はい、そして一番下にあるのが銀行、そして商社ということで、でね、マブさんもここに入るわけですね。はい、これ、我々、当社もここに入ってくるんですけれども、まあ、皆さんのイメージですと、こう、大きな銀行とかが売ったり買ったりして、マーケットをこう、動かしているっていうような、こう、うん、イメージをわかる、ねはい、方いると思うんですけど、はい、実際はですね、えー、まあ、私のこう、周りにいるトレーダーと話してもですね、 実際トレーディングするとき短期でこう回転させながらっていうところ多いですと。はい、ただなぜそのじゃあ銀行が大きく買い越したり売り越したりするかっていうと今我々がこう私が説明させていただいた例えばバックに中央銀行がいたり機関投資家がいたりっていうところのまあそのフローを要は銀行商社がマーケットにつなぐっていう役割を得てるんですね。なるほど。はいはい。なので実際はですね我々の売り買いっていうものに関しては マーケットに対してはすごく中立だったりとか。特にあの、日本の商社ですね、当社も含めて、まあ、アービトラージの取引してるんですけれども。最低取引ですね。はい。はい、そうですね。あの、大阪取引所の先物と現物だったりとか。はい、これあの、実際は売り買い、フラットなんですよね。なので、マーケットの価格自体にはそんなに影響を与えないというところで言うと、中立というふうに。うはい。 はい。そのでも自己ディールは、あの、会社の資金を増やすという意味でのトレードっていうのはなさってないんですかあ、そうですね。その部分も行ってはいますと。そこの部分では、アービトラージでその採案を小さく取っていくというやり方を結構、商社の方やってるのかなと思ってたんですが、はいはい、そうじゃない取引っていうのは そうですね。あのメインはそのアービトラージ的な取引が大きいのかなとは思うんですけども、ねうん、あの例えば一時的にロングショーと思って、うんえー、自らのまあ相場感を,を持ちつつ取引はします。はい、ただ、はい、そんなにこう長いスパンではやらないかもしれないですね。はい、スパンって言うとどのぐらいなんですかね。はい、そうですね。ええー、まあ長くて、 二三日とかですかね。私の場合は、あの、それぞれのトレーダーによっても。はい、違う。はい、違うと思いますけれども。はい。はい。じゃあ、ちょっとしたスイングみたいな感じでしょうかね。そうですね。あの、今申し上げた銀行商社で言うと、トレーダーは、まあ、基本的には専業のトレーダーが多いんですよね。例えば株もできて、債券もできて、ファンドマネージャーみたいに、その中でじゃどのポートフォリオを組むかというよりかは、我々その貴金属市場であったりとか、 あの、コモディティ市場という中で取引するので、はい、要はもう取引するチャンスっていうのは、まあ、いくらでもあるんですよね。なので、はい、こう、長いスパンで大きな流れを取るというよりかは、この短い、こう、何ですかね、こう、スパンの、こう、うん、上下を、まあ、はい、うまく、そうですね、取っていくっていうような、こう、スタイルかなと。はい。はい。 まあ本当に実にたくさんの方が基金属市場には参加して価格が形成されている、はい、ということなんですがやはりこの長期に影響を与える中央銀行が今どっちを向いているのかということを根底に置きつつ、うん、え短いスパンで動く人たちが何を考えているのかというこのボラティリティを見ていくということが重要かと思うんですがで,す、ねはい、ではあのー、実際に直近のチャートをご覧いただきながら、えー、どのようにこう 相場を見ているのか、少し山口さんに教えていただきたいと思います。そうですね。あの実際これあの振り返りになるので、はい、この起きている時にですね。はい、私もこういう流れをこう。うまく。 はい、取れていたかというと、そうではないんですが、<laughs> まあ、あの、この、一1ヶ月ですね、特にあの、6月末からの上昇っていうところですね。はい、これは30分足ですね。そうですね、はい、30分足で、まあ、5月の半ばから、はいはい、あ直近7月の、末ぐらいまでのチャートになっていますと。はい。はい、で、まずちょっと注目は、ここ、6月の、七月、あ、すいません、7日から8日の、 ね、大きな威楽ですね。はい。はい、そうですね。ここは、あの、PBOC、中国の中央銀行が、ずっとこの、2022年からですかね、えー、金の保有料公表しだし、あの、始めてまして、はいえー、ずっと買い越しだったのが、そうですね。はい、皆さんそれを見て、まあ、金ブリッシュになっている方も多かったかと思うんですけれども、はい、この保有料こう公表されたときに、 金の保育料変わってなかったんですよね。5月分が変わってないってことは買ってなかったってことですね。そうですね。はい。で,ねはい、で、これで急落しましたと。はい、ただ一方でですね、この2300ドルちょっとこうお割り込んだところでは、はい、まあ、あのー、結構買いが入ってきまして、はいえー、いったんマーケットはサポートされていますと。はい、でまたですね、えー、2300ドル台で揉んだ後にですね、はい ちょっと6月の末ですね。はい、このあたりから2300ドルぐらいからあー、過去最高値をつけたあー7月半ばまで2400ドル後半ですね。はい、80ドル近辺まで徐々に徐々に上がっていきましたと。ーはい、で、えー、一旦ですね、この6月の、これも8日ぐらいでしたかね。PBOC、えー、が5月に続いて6月も金保有。 よ、お変えてないとい。ですね。はい。っていう。まあ、若干ちょっと下落したっていうところですね。はいはい、最初のこうニュースインパクトよりかは多分こう薄れて、はい、えー、下落幅小さかったんですけども、はい、そこからまたまあ上昇しましたと。でまあこの流れなんですけども、一番まあ大きな要因といたしましては、まあドルインデックスとの相関が高かったのかなと思いますと。この青色がドルインデックスですね。そうですね。この流れですね。やっぱドル高になると金は弱く、 そうですね。ドル高、ドル安になると金は上がりやすいということですかね、はい。その傾向はありますね。はい。なので、ここの、おドル建てメタルの価格が上昇していたのと、うん、まあ、逆、反対でドルインデックス下がってます。ドルが,がドルが弱くなっています。というところですかね。はい、はい。で、はい、こうなってくると、あの、じゃあ、この先ドルがどうなるのかってすごく重要ですね。うん、そうですね。あの、今、 それがこう、6月半ばぐらいから、またドルがちょっとこう、強ぶくんできました、はい、で、そのタイミングでちょっとゴールドが下がっているのかなってところです綺、ね、麗ですよね。で、まあ、ドルう、皆さん、あのー、次の。 動きっていうのが注目、あの、注目されていると思うんですけども、はい、まあ7月の末、7月30、31日ですかね、FOMC がありまして、日本時間の8月1日、3時頃ですかね、はい、またあの、発表があるので、ええ、このタイミングでまた、あの、ドル建て価格上下するのかなとは、はい、考えています。そういう大きな、あの、入浴時間のイベントがあるときって、トレーダーの皆さん起きてらっしゃるんですか <laughs> そうですね、まあ、必ず毎回というわけではないんですけども、はい、あの、 まあ私だけではなくて、他の,あのチームのメンバーもいますので、はい、まあお互い声かけ合って、<ー>まあちょっと見たりとかですね。はい、まあ普段はですね、毎日夜中見るなんてことはしないんですけども、はい、何かこう重要なイベントが控えているのが事前に分かっているような時は、チームのメンバー、あのー、誰かがこう見るようには、はい、していますね。 そうすると、まあ今、6月の FOMC では年内1回の利下げというのを示唆していた FOMC ですけれども、うんはい、それがもう少し増えるかなというところで、9月の利下げをアナウンスメントするのかどうかみたいなそうですね。はい、どこまでその突っ込んだ発言が出るかとかっていうところなのかなと <laughs> は、い、思ってます、ねで。それによっては金価格も 大きく,動くというそうですね、はい上す。このようなチャートを見つつ、えー、相関を見ながらで、で、えー、2、3日をこう取っていくというのが、ね、今、勝者の山木さんの、ねまあ、トレードのスタイルだということですが、このフィボナッチなんかも引いてあるから、はい、どの円で下,がる下げ止まるかななんていうのも、こういうのをテクニカル駆使したりもされるんですねねそうです、ねまああの。 実際はですね、はい、まあその1日2日というスパンなので、えー、あまりこういう大きな流れっていうのは、こう見てトレードするっていうことはないんですけれども、はい ただ、あの、こういう,う、チャートですとか、フィボナッチって皆さん、こう、マーケットの方注目されているので、ね、はい、はい。そこで、まあ、一つの、こう、んていうんですかね、あの、ターゲットポイントと,と言いますか、はい。このフィボナッチで言うと、ちょうどこの、6月末の安値から7月半ばの高値の、ちょうど半年戻しぐらいですかね。で今、止まってるんですよね。そうですね。そこで一旦サポートされたように見えますと。はい。っていうところは、こう、事前にこう見て、はい。どの辺でこう、反発するのかなっていうのをこう、見ながら、取引は、はい なるほど、ありがとうございます。参考になります。ただし、皆さん投資におきます。最終判断、ご自身で慎重に行っていただければと思います。 ということで、えー、今日は番組初登場、えー、山口秀夫さんをお迎えしましてお話を伺いましたが、えー、今後月に一度ぐらいのペースで、ウィークリーゴールドでいろいろとお話を伺えればと思っております。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、えー。皆さん、今日の動画へのいいねとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。<laughs> えー、そして最後にね、三菱リ TR 今シルバーのキャンペーンをやっておりますので、ぜ、え、ひ、ー、とも ゼロ一二ゼロ、三菱三九、三二一四三九まで、お電話いただければと思います。この番組は、三菱マテリアルの提供でお届けしました。それでは、皆さん、また次回、お会いいたしましょう。ごきげんよ。う。